ウィーのホラゲー出ないの？あんまりね、自分のホラゲーって出ないあんまり出ないよ、みんな。そんなポンポン出るもんじゃないんだよ。この声でホラーは怖くないだろう。え、悪口？え、何？怖い声出そうと思ったらできるけど、今日できないわ。あのカカカカカみたいなやつやりたかったけれどもできなかったわ。スバルいる。ちょ、スバルじゃない。これスバルじゃないからぶっ飛ばされた悟空みたいな。いや、ちょ、みんな聞いて。しぐれよいね、ポケスリにめっちゃハマってます今。ちょっと井戸の中からする話じゃないかもしれないけど、みんなしてる？もうなんか最近あれは友達ゲーということに気づいて、あの会う人会う人にポケスリやってますってや聞いてんだけど、みんな飽きてんだよな。なんでだよ。私の周りの人睡眠の意識低すぎるんだけど、今日さ、あの私昼の12時に寝たんですけど、まあ、これはいろいろあって仕事をやったりとか、キリのいいところに進めようって思ってたらなんか12時半くらいになっちゃって仕方なくなんですけど、私はポケモンとの約束の時間っていうのがあるんですよ。この時間には寝るねみたいな。それをね、朝の6時に設定していたので、もうみんなすっげー眠そうでごめんねって思いながら寝たので、したら昼の3時くらいに起きちゃって、12時に寝たのに2時とか3時とかに起きちゃって、やばい、このままではいいポケモンが出ないと思って。ポケモンスリープってやっぱ睡眠時間大事なんですよ。8時間半寝て100点になるから、2、3時間だと全然点数低くてやばいんですよ。だから私は考えたの、スマホをこのままベッドに置いて活動しようと思ってね。そんで9時とか8時とかになったら起きましたよってボタンを押したんですよ。虚偽申告を睡眠虚偽申告をしたら、てるるるって結果が出たら、今日の睡眠時間3時間って出て、あれってバレてんだけど、なんで偽装報告バレてんだけど、不正しましたね。あれどういうシステム？一回スマホ持って違うアプリとか開いちゃったからバレちゃったんかな。なんでバレてんの？ウイはね、チルットに会いたいんだよ。頼むよ。リグダとかばっか飽きたんだよ、最近。そうやって飽きていくんよ。やだやだ、まだ飽きないもん。ちょっとツイッターとかで知り合い募集しようかな、友達。君たちとは別に友達にならないけど、もしかしたらね、フォロワーさん、フォロー相互の人にやってる人がまだいるかもしんないから。そう、フレンド50人いたら毎日50個飴が届くからな。それはやばいんだよ。そう、飴がめっちゃ渋いから、もうマジ友達がいると得なの。これおもろいのやめてよ。おもろいんだから。おい、こういうコツコツゲー好きなんだから。もう友達いるの？いないから困ってんの。違う、友達はいるんだけど、やってる友達がいないの。母ちゃんもこんな好きだったな。母ちゃんね、ピクミンブルーム、ポケモン GO、ポケスリーハマりがち。はい。俺もいないよ。そうなんだ、かわいそう。まあポケスリの友達がいないだけで友達はいるけど、君たちは友達ごといないからちょっとかわいそうかなって。急に刺されて泣いちゃった。まあ音量なんでね、皆さんには優しくしていきませんよ、そりゃ。ビデオの中の住民がほざきおるわ。確かにな、もうビデオ見てる人いねえからな。令和生まれなので説明して。令和生まれだとしたら赤ちゃんすぎない？赤ちゃんじゃん、早く寝な。